どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけれども、はい、昨日ね、動画でもお伝えしていた、はい、フラグメントとナイキダンクハイのコラボのミッドナイトネイビーなんですけども、はい、まあ、そろそろ出るんじゃないかみたいな話をしてたところ、ね、今日急遽限定発売見て、はい、はい、そうなんですよ、ね。あったんですよね。まあ、僕らがね、実際に書いてるかどうかも含めて、そうですね、今日の模様をね、お話できたらなというところと、はい、あと、このスニーカーについては、抽選情報が、はい、ね、新たに出てきているので、はい、そのあたり、ね。これちょっと急いだ方がいいんで。はい、はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のご存じない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々 Twitter と Instagram の方もやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい。はい、びっくりしましたね。びっくりしました。はい。昨日の動画でお話してるんですけど、はい、9月に入ってですね、うん、藤原弘さんがやってるフラグメントと、ナイキダンクハイのコラボで、うん、まあ、2010年に発売された C パックの、うん、まあ、ニューヨークのカラー、放出されたカラーで、うん、まあ、新しい名前と通称なんですけど、うん、まあ、東京ネイビーみたいな名前ついてるんですけど、うん、今日お昼頃にですね、うん、スニーカーズ見てますと、うん、まあ、こういった形でページが更新されてたんですよね。はい。はい。で、これクリックすると、まあ、以前ご紹介しました、1985年のね、うん、ナイキダンクハイが並んでる写真あるじゃないですか、まあ、有名な、はい、はい、まあ、それがあったんですよ。でそれの触れた瞬間に赤い線が入って、うん、あれこれスクラッチになってるなということで、はい、ちょっとこの動画見てもらいたいんですけど、はい、下の、まあ、これターミネーター風のね、うん、ところをこう擦ってもらうと削れてきて、これがですね、その、今後発売されるんじゃないかって言われてた、はい、ナイキダンクハイとフラグメントのミッドナイトネイビーに切り替わるんですよね。そうなんです。で、切り替わるんですけど、それをタッチしてもらうと、うん、まあ、こんな形でね、うん、まあ、出てくるんですよ。で、これ、まあ、限定アクセス扱いだと思うんですけど、はい、僕はね、完売でもう買えなかったんですよ。まあ、一応話としては、スクラッチでね、削った場合に、実際に購入のとこまで進めた方っていうのは、限定アクセスで。らしいですね。はい、買う権利がね、与えられてた人みたいですね。僕もそうだったんですけど、実際完売と出てる人は、限定アクセス扱いに来てなかったと。そういうことなんですよね。はい。買えるぐらい羨ましいですけどね。羨ましいですよね。そうなんですよ。で、これね、その完売っていう文字が出てるんですけど、うん、よく文章を見ると、9月の5日に発売するって書いてるんですよね。はい、もうすぐですよね。はい。で、その後、はい、スニーカーズの発売のページに、うん、9月の5日扱いで来てるので、はい、はい。確か抽選になったと思うんですけど、まあ僕らこれね、そちらの方をお願いしようかなと思ってるんですけど。そうですね。はい。これひょっとしたら、前日か、前々日にはスニパスも来るんじゃないかなじゃないかと思うんですけどね。はい。あとね、ファッションスナップ .com の方に、はい、これの発売の場所なんですけど、はい、ナイキ原宿と MU5 の名前も入ってたので、はい、当日発売するみたいなんですけど、ね、オーバーストリートの名前も一応ね、説明に書いてあったので、ナイキ原宿であったりとか、MU5 で発売であるので、もしかしたらね、スニパスで前日にね、うん、あるかもしれないんですけど、そうです、ね。まあ、僕ら関係なそうですよね。そう。関西って基本的にね、ダンクあんまりそうなんですよね。はい。で、まあ、このスニーカーズへの9月5日の発売以外に、抽選が来てるんですよね、うん。そうなんですよ。はい。A&S の方で、もうこれすでに抽選が始まってまして、うん、ちょっと俺期間が短いので、そうなんです。はい。お急ぎをということなんですけど、うん、締め切りがですね、明日9月の1日のお昼12時まで。うん、はい、はい。なんで、まあ、この動画出てる頃には、あと十数時間ぐらいあると思うので、そうですね、まあ、気になる方はですね、概要欄の方に、応募要項貼っときますので、はい、またチェックしてもらえばと思うんですけど。僕もこの後申し込もうかなと思ってますけどもね。はい、これ以外に、はい、おそらくなんですけど、他の小売の方で、うん、抽選の情報が多分出てくると思うので、はい、またその辺情報が分かればね。そうですね。はい。今のほどお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.